どうも皆さんこんにちは、リボン鉄道チャンネルです。私は今桜町バスターミナルに来ております。動画の本題に入るその前に、少しだけ今日熊本に来た理由について紹介していきたいと思います。本日は熊本公共交通利用促進キャンペーンの一環にて、花畑広場にてバス電車フェスタ2021が開催されました。バス電車とは銘打っているものの、鉄道要素はほとんどなく、バスフェスといった方が適切な感じもしましたがね。バス祭りやバスフェスと聞くと比較的フランクな感じがしますが、我々バスバニアにとっては熾烈な競争が繰り広げられることでも有名であります。一体何を求めて争奪戦が起きるのかと言いますと、なんとバスの廃車部品なんですよね。特にバスの正面側面の方向幕は非常に人気で、朝早くから並んでいたお客さんたちによって早々と買い占められていましたね。それと近年は幕車の減少に伴い、方向幕自体が希少となっているようで、方向幕の取引価格自体もインフレを起こしているそうで、現在は1万円で方向幕が売買されることも特段珍しくはありません。当然ながら私も部品販売の列に並んだわけではありますが、当然方向幕などは買えるはずもなく、購入しましたのは電鉄バスの標識板と参考バスの所属表記シールと、定期券用に作られたであろうバス停の名前が書かれたハンコの計3点となりました。ここまで聞くとフランクな印象からは一転、オタクくんたちが部品をめぐって争奪戦を行うヤバい祭りなのかと思われる方もいると思いますが、それだけではなく子供向けにお絵かきバスをやっていたり、他にもバス運転席に乗車できるといったような体験なども取り揃えており、バスマニアのみならず子供連れをはじめとした非マニアの方でも楽しめるイベントとなっておりました。というわけでバスフェスが開催されていた花畑広場より熊本駅へと移動してきました。さて今回の動画では菊電に乗車して三好まで向かっていきたいわけではありますが、熊本から三好まで行くには別の交通手段にて上熊本まで移動する必要があります。いつもなら JR 線を使って熊本から上熊本まで移動していたわけではありますが、今回の動画では JR 線を使わずに熊本都市バスが運行する第一環状線に乗車し、上熊本まで移動していきたいなと思います。気になる第一環状線の運行間隔ですが、30分に1本間隔と多からず少なからずといったような感じです。なお次の便に関しましては13時55分に当バス停を出発するみたいですね。ちなみに現時刻は13時49分ですので、バスが来るまで6分しか待たなくていいわけです。多分待ち時間が15分以上だったら JR を使っていたかと思います。おそらくですが、今見てくれている視聴者の方の中には、さっきからどうしてこんなにバスに執着しているのと思われる方もいると思います。ここまで鉄道を遠ざけている理由の一つに、今回使用している乗車券が関係しております。その乗車券というのがこちら。今回の動画ではワクワクワンデーパスを利用しまして菊電に乗車しようと思っております。ワクワクワンデーパスには3種類の乗車券があるのですが、今回は最安の700円の券を購入しました。たった700円で市街地を走るバス、路面電車、それと一部区間ではありますが菊電にも乗り放題になるわけですから、マニア目線だとすごくお買い得に感じてしまいますよね。今回はこのような魅力的な切符を持っておりますので、せっかくならバスで移動したいなと思いまして、今回の動画では都市バスを選択したのでした。というわけでバスは熊本駅前を出発。これよりこのバスは祇園橋、新町を経由して上熊本駅前へと至ります。なお上熊本駅からは小貝橋、大江戸六を経由して熊本駅に戻ってくるといったような感じみたいですね。また第一環状線と名前にある通りに、この路線は市街地の外郭を環状運転する路線となっておりますので、熊本の桜町バスターミナルや通り町筋などといった熊本市の中心部には乗り入れないこととなっているみたいです。また熊本上熊本間なら路面電車でもアクセスすることができるんですけれども、路面電車の場合だと唐島町電停にて A 系統から B 系統に乗り換えるといったような手間がかかりますので、結局はバスの方が乗り換えなしで便利なんですよね。そもそもこの路線を運行している熊本都市バスは、かつては路面電車と同じ熊本市交通局のバス事業といったような形でした。そのためこの路線自体、路面電車の補完輸送といったような側面もあるかとは思います。路面電車の話をしているとちょうどよく路面電車が目に映ってきました。これよりこの車は路面電車と並走するわけではありますが、皆さんはバスと路面電車どっちが速いと思いますか？
答えは路面電車よりもバスの方が早いでした。かつて私が住んでいた長崎でもそうでしたが、路面電車って意外と遅い乗り物ですからね。ただ路面電車はバスとは違って交通渋滞に巻き込まれることがあんまりないので、特に交通量が多い朝夕の時間帯、それと雨天の時だとバスよりも路面電車の方が早かったりします。しかしながらバスは上熊本手前にて渋滞に巻き込まれてしまいましたので、先ほど追い抜かした路面電車には結局のところ追い抜かされてしまいました。というわけで上熊本駅前バス停にてバスを降りまして、ここからは菊田へと乗り換えていきたいと思います。ちょうどよく上熊本線の車両が入線してきましたね。来た車両は前の動画で乗った時と同じ東京メトロ01系 01136F。 この車両も熊本に来てからすでに5年以上が経っておりますので、さすがに見慣れてはいるんですけれども、元は第3機場の地下鉄で走っていた電車がパンタグラフを生やして熊本でセカンドライフを送っていると考えると少し不思議な感じになりますね。大手私鉄から地方私鉄へと車両が譲渡されるといったようなケースは割とよくあることなんですけれども、機関の垣根ならともかく車両構造の垣根を飛び越えてまでセカンドライフを送る車両ってのは全国でもここだけなんじゃないかなとも思いますね。なおここから先の区間もワクワクワンデーパスを使って乗車していくわけではありますが、残念ながらこの切符だと途中の堀川駅にてワンデーパスの範囲外になってしまうんですよね。なので今回の動画では一旦堀川駅にて途中下車をしていきたいと思います。ここからは少しだけ01系の紹介も軽くではありますがやっていこうかなと思います。かつて東京の地下を走っていた時は6両にて運転がされていた01系ではありますが、熊本電鉄への移籍に際して両側の先頭車1号車6号車の計2両へと短縮がされました。2両編成とは言っても開け閉めするドアは基本的に先頭車両のドアのみとなっているそうで、現在私がおります後方車両のドアにつきましては基本的に締め切られているみたいです。余談ですが、後方車両のドアを用いて客扱いを行うといったようなケースは北熊本駅での客扱いと朝ラッシュ時の運用に限られているみたいですね。また01系の運転台に関しましては東京メトロ時代のものがそのまま流用されています。しかし完全に原型をとどめているといったようなわけではなく、運転台には熊本電鉄に移籍してから増設がされたクラリオンの放送機器などがありましたね。他にも運転台付近にはレシップの運賃表整理券箱の操作盤なども設置がされていましたね。余談ですが、私が01系に乗車するのは今回が5回目だと思うんですが、01系自体奥が深すぎる車両ですので乗り飽きたなぁと感じたことはこれまで一度もありません。というわけで列車は上熊本駅を出発、関関坂、池田、内越、坪井川公園、終点北熊本の順に停車していきます。また熊本電鉄の一部の駅に関しましては2両編成の列車が止まるはずなのにホームが1両分しかなかったりします。実はこれかつての熊本電鉄が1両編成の電車を積極的に使っていた名残なんですよね。今でこそは熊本電鉄では18メートル車体の2両編成の電車が幅を利かせてはいますが、6000系が投入される前までは1両編成に改造がされた青ガエルこと5000系が熊本電鉄での主力となっていたみたいです。さらに遡ってみますと1980年代に青ガエルに置き換えられて引退した元興浜鉄道のモハ71系も基本的に1両編成にて運行を行っていたみたいで、熊本電鉄における1両編成での運転の歴史は長かったんだなぁと改めて感じましたね。というわけで上熊本駅より10分ほどで列車は藤崎線の線路と合流し終点の北熊本駅へと入線していきます。なお北熊本駅では藤崎宮前方面からやってきた三好行きの列車と対面接続をしていましたのでスムーズに乗り換えることができました。さてこれより乗車します列車は先ほどまで乗車していた01系と同じ東京メトロからやってきました元日比谷線の03系です。03系は熊本電鉄の中でも特に稼働率が高いため今となっては熊本電鉄の顔みたいになってはいますが、運行開始からまだ2年ちょっとしか経ってない熊本電鉄の中ではまだまだ新しい車両です。また東京メトロ1万3000系に置き換えられる形で引退した03系電車ではありますが、ほとんどの車両が3ドア、それに
18メートル車体といった地方私鉄で好まれる恵まれた車体を生かして、熊本電鉄以外にも北陸鉄道や長野電鉄へと譲渡がされているようで、多くの車両が第二の活躍を始めているみたいですね。というわけで列車は北熊本駅を出発、これよりこの列車は三好方面へと向かっていきます。そしてしばらくいたしますと、右手より県道37号線が合流してきまして、軽便鉄道さながらの線路配置となってきました。実は今まで走ってきた区間に関しましては、軌道から鉄道に改められた際に線路や駅を作り直した区間となっておりますので、比較的近代的な設備となっているみたいですね。まあ近代的とは言っても70歳と100歳のおじいちゃんを比べているようなものなので、言われてみないと気づかないレベルではあるんですけれどもね。ただこれより先の区間に関しましては、先日の区間とは対照的に、開機されてからも軽便鉄道時代に敷かれた線路を利用している比較的歴史のある区間となっております。というわけで北熊本駅を出発して7分ほどで列車は堀川駅へと到着いたしました。別にワクワクワンデーパスを持っているからといって堀川駅にて絶対に降りないといけないといったようなわけではないのですが、なんとなく途中下車もしてみたいなと思っていましたので、これも何かの縁だと思って堀川駅にて降りてみたのでした。ちなみに堀川駅は菊電における熊本市最北端の駅となっておりまして、次の新瀬谷駅からは合志市の駅となるそうです。また堀川駅は熊本電鉄の駅の中では珍しく有人駅となっておりまして、合わせて立派な駅舎も建っております。それと堀川駅に近接している堀川バス停からは合志市役所光の森駅方面への電鉄バスへと乗り換えることもできるみたいですね。堀川駅に降り立ってちょうど15分ぐらいで、三好方面より藤崎宮前行きの電車がやってきました。こちらの車両は東京都交通局からやってきた6000系車両となります。ちなみにこの6000系電車は熊本電鉄の他にも北関東を走る秩父鉄道にも譲渡がされたみたいで、菊電と同様に今でも元気に走っているみたいです。一時期は熊本電鉄の主力として活躍してくれていた6000系電車ではありますが、車両の老朽化や新たな中古車両の導入などに伴い、ここ数年で3編成が廃車解体されてしまいまして、現役の車両につきましては最盛期の半数以下の2編成4両となっております。私の予想ですが、残りの2編成に関しましてはもうしばらく活躍してくれるとは思いますが、これからも走り続けるといったような確証はありませんので、気になる方は今のうちに乗ってみるのもいいかもしれませんね。余談ですが、熊本電鉄ではニモカ、スゴカ、スイカなどをはじめとした交通系 IC カードを使用することができます。乗車の際は駅にあるカードリーダーに IC カードをタッチして、降車の際は車内運賃箱に取り付けられている IC カードリーダーに再びタッチするといったような感じで精算ができるみたいですね。また駅構内には整理券箱も設置されていました。整理券が発行される時間帯が朝に限られていることより、おそらく当駅では通勤通学時間帯に限り全てのドアから乗車できるようになっているんじゃないかなと思います。というわけでここからは引き続き三好行きの電車に乗っていきます。ちなみに堀川駅より乗り合わせた車両は北熊本堀川間で乗車した列車と同じ03系電車です。言い忘れていましたが、堀川駅は1面2線の駅で列車同士の離合が行われる駅ともなっております。デイタイムの時間帯だと当駅で列車同士の離合を行うことはありませんが、15分間隔で列車が運行される時間帯に限っては堀川駅にて列車の離合が行われるみたいです。堀川駅より新瀬谷、瀬谷の順に停車し、三石駅へとやってきました。三石駅は沿線の宅地開発に伴い2001年に開業した熊本電鉄の中では最も新しい駅です。また当駅につきましては西郷市バス停が近接しているということもありまして、福岡駅高速バスへの乗り換え面につきましても非常に便利な駅となっております。ただ三石駅につきましては周辺の駅よりも利用客数がやや少ないようなので、三石駅西郷市バス停間の電車から高速バスへの乗り換えを実践している人はそこまで多くないんだろうなといったようなことが想像できますね。というわけで列車は黒石駅へとやってきました。黒石駅は北熊本堀川駅と同様に2つの線路を用いた行き違い設備が設けられている駅ともなっております。
東駅では三好方面からやってきた列車と離合を行いました。離合を行ったとはいえど、三好行きの電車が後に到着したということもありまして、この列車はさほど待つことなく黒石駅を出発していきました。これよりこの電車は熊本高専前、最終医療センター前、終点三好の順に停車していきます。ちなみにこれより先の区間に関しましては区画整理の予定があるため、近い将来線路やホームなどが移設される予定となっているそうです。今敷いてある線路よりカメラから見て左側へと移設する予定だそうで、左手を見る限り用地買収などはおおよそ完成しているようにも見えています。予定されている再開発では商業施設などの誘致・集積や再春走熊本高専を取り込んだ都市機能拠点の形成を目指した街づくりを目標としているみたいです。というわけで列車は終点の三好へとやってきました。この列車は当駅にて20分ほど停車し、再び藤崎宮前行きとして折り返すみたいです。また当駅は島式のホームになっているわけではありますが、向かいに止まっているのはなんと電車ではなくバスなんですよね。昔の三好駅は交換設備を持った駅となっていたわけではありますが、60年ほど前に交換設備自体は撤去がされているみたいで、今では電車からバスへの乗り換え地点として再び使用がされているみたいです。電車の乗客を待っていたかのように菊池温泉行きのバスが三好駅を出発していきました。現在は三好までしか乗り入れていない菊電ではありますが、1986年に当該区間が廃線されるまではさらにその先の菊池まで線路が伸びていました。おそらく三好駅にて菊池温泉菊池プラザ行きのバスにタイミングよく乗り換えができる理由の一つに、三好菊池間を走る電鉄バスがかつて走っていた鉄道の代替交通の役目を果たしているといったようなことが考えられますね。というわけで藤崎宮前行きの電車が三好駅を折り返していきました。余談ですが、この電車が出発する直前には菊池方面より電鉄バスがやってきまして、結構な数のお客さんがバスから電車へと乗り換えていました。おそらく三好にてバスから電車へと乗り換えることによって熊本市内へといち早くアクセスができるといったような利点があって、多くのお客さんが乗られていたのではないかなとも思いますね。というわけで自発の電車にて熊本市内へと戻っていきたいと思います。今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。